こんにちは。いよいよ本題に入りたいと思います。今日は不妊治療について正しい知識を身につけようというお話をいたします。意外と知られていませんが、不妊の原因は女性だけとは限りません。というより、男性が原因のこともかなりあるようです。日本産婦人科医会のウェブサイトを見ると、興味深いデータが掲載されております。2003年に日本受精着床学会という機関が行った不妊治療患者へのアンケート調査なのですが、不妊に関する原因の割合が載っております。この調査によると、男性因子が 33%、卵巣因子が 21%、卵管因子が 20%、子宮因子が 18%、免疫因子が 5%、その他が 4% になっています。ウェブサイトにはこのような図も載っていますので、URL を概要欄に載せておきます。男性因子が 33% もあります。ざっくり3分の1以上の不妊は男性に原因があるということです。2003年のデータなので、ちょっと古いデータにはなりますが、現在も同じような結果になるのではないでしょうか。さらに当たり前の話ですが、年齢とともに妊娠の確率は下がります。そして妊娠しづらくなるのは、女性はもちろん、男性側も同じだということも認識しておきましょう。男性の加齢が妊娠の確率を下げていることを示す一つのデータがあります。今度は、一般社団法人、日本生殖医学会のサイトからの引用です。30代と比較すると、50代では生液量は3から22%、精子運動率は3から37%、精子正常形態率は4から18%低下するとされています。と書かれています。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。このように、不妊の問題は女性だけの問題であるという認識は、非常に誤った考えだということがわかります。では、さらに晩婚に関しても現状把握をいたしましょう。こちらは2001年に国立社会保障人口問題研究所の金子隆一さんという方が出した資料から抜粋したデータになります。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。こちらの図ですが、平均初婚年齢の推移を表しています。ご覧の通り、年々上昇しています。つまり、晩婚化は進む一方だということがわかります。当たり前の話ですが、晩婚化が止まらなければ、晩産化も止まりません。先ほど言った通り、現在の日本では、性別に関係なく結婚を先送りにしている傾向がございます。結婚を先送りすること、イコール妊娠を先送りすることになります。それによって、どのようなリスクがあるのかを真剣に考えるのは、女性だけという状況のように思います。しかし、実は男性にもリスクがあるのだということを、男性も理解し、認識を新たにする必要があります。それではまた。